1年目でまだ怖さも知らず、勢いだけでバーンって行ってたんですけど、コースマネージメントがすごく変わってたり、自分のこう狙う位置が変わったりしてるので、そこはすごくこう大人になったというか、成長したなっていうふうには感じました。すごく、たくさんの方に応援していただいているので、なんかそれはもう当たり前じゃないと思いますし、ものすごく今回こうしてギャラリーさんに応援していただいて、その幸せというか、ありがたさというか、もう本当にしみじみ感じているので、こう画面を通してでも、こう実際コース内でも元気と感動を届けられるように一生懸命頑張りたいなというふうに思います。